セルゲイ,イワーノビチグリツヨベーツ1939年9月16日はソ連の技術者、軍人、AS パイロット。スペイン内戦、ノモンハン事件で活躍。ソ連邦英雄。ミンスク県、ノボグルドク軍の貧農出身。幼くして母と二人の兄を失う。第一次世界大戦で戦火を逃れ、趣味化に移住、そこで10代を過ごす。 七夜が鉄道整備士の職を得ると、セルゲイも後に続き、鉄道学校で7年間教育を受けた後趣味か、駅で勤務。1927年、ズラトウストに移り住む。工場実習学校の夜勤技術夜間部門を卒業、組立校として働く。1930年、業績が評価され、労働組合活動の管区研修を受ける。研修終了後、 工場十習学校コムソモールの委員長に選出。翌年には、工場コムソモールの委員会初期、宣伝部長を経て、ズラトウースとカンクコムソモール指導者に選出された。これは同時に特別作業隊、第一大会代表となることを意味していた。1931年4月1日、コムソモールの推薦を受け、オレンブルクの第三軍事航空学校に入学。また同年、 ソ連共産党に入党している。1932年9月、キエフ軍艦区戦闘航空団、第5航空旅団第3航空大府。1933年12月、クラスノグバルジェイスク飛行場の第1、赤旗軍令人名称戦闘航空隊パン長。1934年、飛行隊はザバイカル軍艦区に移転。1936年、 アイマイナス16 6機で、オチカレーボ、スパスクダリカンを道中ハバロフスクで着陸しながらも3時間10分で飛行する記録を出す。1938年6月10日、スペイン内戦に派遣。スペイン共和国空軍第21集団第5航空隊の所属となる。8月より同航空隊長。10月4日までに、個人、共同合わせ18機を撃墜したとされる。 このうち、最後の10月4日に撃墜した BF-109 は、オットーベルトラム隊員と考えられている。また、ミハイル・マスロフやハタイクヒコによると、スペイン派遣前はソ連空軍志願隊にも参加しており、4月29日、観光上空の空戦で一機を撃墜したとされるが、他の資料で志願隊に参加した事実は確認できず、詳細は不明。 1938年12月31日、上級中尉から詳細へと2階級特進。さらに1939年2月22日、ソ連邦英雄称号を受賞。1939年5月29日、混成飛行連隊長として、ヤーコフスムシュケービチ空軍司令官率いる47名の熟練パイロットと共に、制空検学官のため鉄道で、 モンゴルへ派遣された。6月頭に到着し、試験飛行を経て全身配備された。第100混成旅団霊下の第70戦闘記連隊長、バチャスラフ・サバルエフ少佐に助言を行う立場であった。同月25日、第22連隊長グリゴーリー・クラフチェンコ少佐の発案で航空攻勢を実施することとなり、 サバル F 少佐と共に主攻撃部隊の指揮を担うこととなる。I-16 及び I-15 ビス40機は、ハマルダバ第一上空にて、加藤都夫中佐率いる飛行第一戦隊の97式戦闘機17機と快敵するが、加藤中佐らは、交戦を避けて母基地の方向へ遁走していった。この加藤中佐の変態はおとりであり、 ハルハカト70キロまで追撃したところで飛行台11、船体及び24船体の40機が飛来。I-164 機が撃墜され、サバル F 小佐機も被弾し、日本軍占領地域内に、胴体着陸した。満州国軍機兵隊が迫る中、グリゼベーツは、強行着陸し、サバル F 小佐を、操縦席の中に押し込めると、上空から、 ポロズとバラショフの援護射撃を受けながら離陸し、20分ほど、低空飛行して、タムスク基地にたどり着いた。6月27日午前6時、飛行第61戦隊の97式重爆9機、飛行第12戦隊の意識重爆12機、飛行第10戦隊及び、第16戦隊の97式軽爆9機、97式戦闘機74機がバインブルドヌル上空に、 開い。グリチェベイツは、攻撃を受けている最中に離陸すれば、帰り討ちを受けることを理解していたため、I-16 のエンジンの下でやり過ごした。空爆前の70連隊の稼働機は63機で、あったが、迎撃に上がった47機のうち I-169 機、I-15 ビス5機が撃墜されたほか、地上で多数が破壊され、稼働機は18機しか残らなかった。 この結果、スムシュ警備ビチ中将の判断により、サバルエフ少佐は更迭され、70連隊の指揮は一時的に、クリンセベイツが担うこととなった。7月25日、ハマルダバ第一2手第70戦闘機連隊 I-1640 機、及び I-15 ビス5機は、飛行第1戦隊、第11戦隊80機と交戦。さらに、 i マイナス1678機も火星し、1時間以上にわたる大規模な空戦となった。この最中、クリンセベイツは8名の熟練パイロットを選抜し、当時最新式でまだ情報を取得していた i マイナス153に登場させ、日本機を陽動する作戦に出た。ドン速の i マイナス15ビスと勘違いした日本機は、正方へとおびき寄せられ、 距離が詰まったところを旋回して、返り打ちにし、2機を撃墜したとされる。ディミタール・ネディアル・コフによると、この時 i-153 は、主脚を格納していたが、i-15 ビスと勘違いさせるため主脚を出したまま陽動していたという話もある。ただし、i-153 の主脚は、手動クランクのため、後者のエピソードは疑わしい。 双方の被害状況は公式には、ソ連側が I-164 機、日本側が97式戦闘機2機が撃墜され、5機が撃破された。公式では138回任務につき30回以上の空中戦に参加12機撃墜を報告した。8月29日、22連隊長、クラフチェンコと共にソ連初の二重英雄となる。 9月12日、20名のパイロットたちと17日のポーランド侵攻に参加するため、ウクライナへと向かった。15日、第11軍航空隊司令へと営転したエフゲニー、ベレツキー大佐に代わりしろロシア軍管区第58、航空旅団長となった。翌16日17時45分、軍管区の軍事評議会の打ち合わせに向かうため、 ウラジーミル・キタ少フ・と共に、ビーツプスク州ボルバ・ソボ飛行場から、I-15 で、ミンスク州マチュリシへと向かった。会議を終え、ボルバ・ソボに帰投したが、滑走路を逆走した第21戦闘機連隊長、ピョートルイバノビチハラ少佐の機体と衝突。プロペーラで体を切断され即死した。グリチェベーツの撃墜数は、単独、共同合わせて40機。 あるいは42期とされる。しかし、実際の正確な撃墜数は、各研究者によって見解が分かれる。特に、スペイン内戦当時、記録する際の個人と共同の撃墜の区別基準は、部隊によって曖昧で、クリンェベイツの隊ではすべて共同と記してあったため、調査は困難となっている。以下、スペインを中心とした各説を挙げる。また、 ノモンハンでの撃墜数は本人の自己申告により単独12期というのが公式だが、ビコフによればうち2回は共同で、またネディアルコフによるともう2期の単独撃墜数がある。以下、ビコフの説による撃墜数を列記する。ガリーナ・オルロワとの間にラリサとニーナの二人娘がいた。セルゲイ・グリチェベーツ。ありがとうございます。